こんにちは、ソニーの西川です。今日はプ r o o n i n g Deep Neural Networks from a Sparsity Perspective という論文を紹介します。この論文の目的は、ニューラルネットワークの計算量を削減することです。関連技術としては、これらの技術に触れます。この論文が取り組む問題は、ニューラルネットワークのスパース性をどのように評価すれば、パフォーマンスと計算量のちょうど良いバランスを保てるかというものです。 論文の紹介に入る前に、そもそもプルーニングとは何かということについて説明します。一言で言うと、ニューラルネットワーク上の値の接続を削除することです。例えば、あるニューラルネットワークにおいて、入力 x1 から x4 と出力 y1 から y3 っ,っていうのが、こういうふうに接続されているとしますで。各接続には重みがあって、出力はその重み、 によるる重重みみけけははで、で入力の重み付けで得られるとします。この時実践部分は全ての計算を行うんですけれどもこれだと計算量が多いとしますこういうような時に何らかの基準でいくつかの接続を削除して右図の実践部分だけを計算する状態にするこれをフルーニングと呼びます簡単な実現方法としては該当の重みを0に置き換えたりするとえそれこれが実現できます プルーニングについて従来の手法を簡単に紹介します。それは大きく分けて2つあります。1つ目はマグニチュードを評価指標とする方法です。これはプルーニング対象の値、これはニューラルネットワークのウェイトやアクティベーションなどですが、これの L1 や L2 ノルムの大きさをもとに、それが小さいものをプルーニングする手法です。2つ目は1次また2次勾配を評価,す評価指標とする方法です。 これはニューラルネットワークの重みをプルーニングした場合のロスの変化量を評価指標としていることに相当します。これによってロスが大きくならないようなものをプルーニングするということができます。これらの手法によるプルーニングはそれぞれの評価指標において1回のプルーニングをどのようにするかはハイパラとして開発者が設計します。これはネットワークの潜在的なスパース性とは関係ないです。今日紹介する論文はこれが問題であると主張されています。 今日紹介する論文の提案手法の説明に入ります。本論文では、ニューラルネットワークの潜在的なスパース性を評価して、その限界までプルーニングすることを実現しようとしました。これはどういうことかというと、例えば学習済みモデルがこの一番左での図で表現されているとします。でこの丸が入力または出力の値ですで。線の太さがパフォーマンスへの影響度、影響具合を表現していて、太いほど パフォーマンスに大きく寄与ししているとしますこの時学習直後の重みはパフォーマンスは高い一方スパース性も大きいですこれを少しプルーニングすると、えー、パフォーマンスを維持しつつスパース性を小さくできますでもう少しプルーニングするとさらに計算量が削減できるんですけれどもパフォーマンスも下がって、えー、スパース性も上がります そしてさらにプルーニングするとパフォーマンスがさらに下がってスパース性も上がったまんまの2になります従来のプルーニング手法だとスパース性が考慮されていないのでどこまでプルーニングすればいいかはハイパラでしたがこの論文ではスパース性を定義することスパース性を定義することで、まあ、この辺りまでプルーニングするということを目指します続いてスパース性について定義します W をスパース性を測りたいベクトル SW をスパース W のスパース性とします S のイメージを簡単に説明すると SW が大きい方が W がスカスカでスパース性が大きいとなりますなので例えばニューラルネットワークの重みの SW が大きいとそのネットワークがかなりスカスカで重み削減の余地が大いにあることを示します 続いて本論文で提案するスパース性の評価指標である PQ インデックスを説明します PQ インデックスっていうのは次の6個の、えー、次の6個の性質を満たすようなスパース性評価指標として設計しますこの条件っていうのは、えー、経済学における富の分配のスパース性が満たすべき条件として設計されたようですまず最初 D1 はあるお金持ち Wi から Wj に富 α を分配すると全体として富の分布がなだらかになるからスパース性が下がるという性質です。まあ、イメージとしては富の分布がこういうふうにあった時にある Wi の富 α 分だけこうやって分配すると分布がなだらかになってスパース性が下がるというものです。続いて D2 定いう性質は、えー、全体を定数倍しても富の分布はあまり変わらないのでスパース性も変わらないという性質です次 D3D3、えー、は全員に大金 α を配るとそれまでの富の差が小さくなるので分布がなだらかになってスパース性が小さくなるという性質です、まあ、図のようなイメージです D4 これは同じベクトルをコピーしても富の分配は変わらないという性質です。続いて P1 は誰か一人 Wi が βi ぐらい飛び抜けて金持ちだと全体の分布がま,なまばらになるという性質です。それがこの式で表現されます。最後 P2 は富がない人を分布に加えると分布がよりまばらになるという性質です。 式で言うとこういうふうになります。前日の性質をすべて満たす新たなスパース性評価指標として PQ インデックスという関数を本論文では提案しています。2の0より大きい P と Q と比例ベクトル W に対して、1式を PQ インデックスと定義しています。本論文ではこの PQ インデックスとプルーニングの関係について次の定理が主張されています。 W、ベクトル W の要素の中でマグニチュードが大きい R 個のインデックスの集合を MR としてイータ t がこれを満たすとき次の括弧コ2式が成り立つというものです。本論文ではマグニチュードが小さい要素をプルーニングします。そう考えると R っていうのはいわばプルーニングせずに残す要素数となってイータっていうのは プルーニングする要素の p 乗和を残す要素の p 乗和で抑えるためのに乗ずる定数ということになります。カッ2式は pq インデックスによって r の加減を定義しています。つまりプルーニングせずに残す要素数の最小値になります。逆に言えばプルーニングできる要素数の上限を定義していることになります。この括弧2を活用したプルーニングアルゴリズムについて次に説明します。 それが本論文で提案されているスパーシティ・インフォームド・アダプティブ・プルーニング、本論文では SAP と呼ばれる手法です。このアルゴリズムのポイントは、このプルーニング率の更新の部分で、次のステップでプルーニングする要素数を PQ インデックスから自動で算出することができるという部分です。他の手法では、この部分がハイパラですが、本論文ではニューラルネットワークの重みから自動で決められ,の決められるのがすごいよと。 主張されていますそれでは SAP について詳しく説明しますまず初期重みをマスクして W t t を取得しますで次にそのマスクされた重みを学習して Wt を取得しますでその後 Wt について PQ インデックスを計算しプルーニングしない要素数の加減 Rt を取得します でこれを用いて逆にプルーニングできる要素数の割合を算出してこれをハイパラガンマで定数倍したものとハイパラベータで小さい方を次のプルーニングする要素数として CT っていうのを算出しますそして最後に CT を用いて次のプルーニング反復用のマスク MT MT す1を取得して最初のステップに戻りますこれが SAP の詳細でしたで。続いて実験結果を紹介します。これは SAP とその他2つのプルーニング手法の性能を比較したものです。比較の題材としては、えー、ファッション MNIST の分類タスクを MLP で解いたモデルを扱っています。 どのプルーニング手法もマグニチュードの小さい重みを削減するという点では同じで違うのはイタレーションごとのプルーニング率とマスクする係数ですこの実験結果において主張されていたのが SAP の方が早いということです例えば左図の右え水色の SAP では t イコール10で、えー このぐらいで、それが赤色の従来手法の t=25 のうー25相当のパフォーマンスとなっていて、速、えー、いということが主張されていました。次は、レイヤーごとの性能比較です。プルーニング対象の区切りが左から、左の列から順に、ニューロン・ワイズ、レイヤー・ワイズ、グローバルプルーニングとなります。A は、横軸がプルーニング後の重みの割合、縦軸はアキラシーを表し、 B は横軸がイタレーション数、縦軸がプルーニング後の重みの割合。C は横軸がイタレーション数で、縦軸は PQ インデックスの値となっています。論文中で触れられていたのは、B でグローバルプルーニングにて、ファーストレイヤーのプルーニング量が小さい値で収束していない感じになっているのは、えー 重みの大きさのスケールが他のレイヤーと同じとは限らないからと言われていました。続いて、ファーストレイヤーの重みは、ニューロンワイズで見ると比較的多くの重みが残ることになっています。これは、ファーストレイヤーがパフォーマンス維持に重要であるという直感に一致すると述べられていました。最後に C を見て、ニューロンワイズは PQ インデックスの値が他の2つと 比較して最も安定しているから、えー、SAP に向いているとコメントされていましたただ PQ インデックスっていうのは小さい方がネットワークの重みが効率的に使われていることに相当するのでその点で言えばレイヤーワイズの方が、えー、縦軸の規模的に全体的にニューロンワイズよりも PQ インデックスが PQ インデックスの値が小さいので良いんではないかっていうふうに、まあ、個人的には思いました次に PQ と性能の関係についての実験結果です。Q イコール1では P を Q に近づけるにつれてたくさんプルーニングしていて、P イコール1では Q を P に近づけるにつれてたくさんプルーニングしているということがコメントされていました。次はガンマとイーターとその性能についてです。ガンマイコール1では、えー、イーターを大きくするにつれてたくさんプルーニングできるとコメントされていました。 であとは、あ、違う。次は、ガンマとイータと性能の関係についてです。ガンマイコール1では、イータを大きくするにつれて、たくさんプルーニングできて、イータイコール0では、ガンマを大きくするにつれて、たくさんプルーニングできるとコメントされていました。これは式を見ると明らかで、R はプルーニングせずに残す量なので、R が小さいとたくさんプル,プルーニングできることに相当します。 イータは指数が負なので大きいほど全体の値が小さくなります。なのでイータを大きくすると R が小さくできるのでたくさんプルーニングできることが想像できます。またガン,ガンマに関してはもっと簡単で一度にプルーニングする数の直,感直接的な定数倍なのでガンマが大きければたくさんプルーニングできます。最後にアペンデックスに記載されていたリミテーションとフューチャーワークを紹介します。 理論については PQI で分かるのは R の加減で上限はまだ不明だということが触れられていました次にイータがハイパラだということが触れられていましたこれは手法の説明でも論文中では触れられていたのですが、えー、R の加減の算出にはどうしても必要になってしまうというのがネックだと言われていました最後に PQ とプルーニングの影響の分析が不十分だということが述べられていましたで続いて手法についてです PQI は性的に用いられていて、そのダイナミクスが考慮できていないのがまだ課題だと言われていました。例えば、PQI が増加し始めたらプルーニングを停止するなど、ダイナミクスの導入が考えられるということです。最後に、応用として PQI を生息化として直接最適化できることが考えられると言われていました。まとめと所感です。 ニューラルネットワークのスパース性に関する新たな評価指標 PQI というのを紹介しました PQI を用いてプルーニング率を適応的に変化させながらニューラルネットワークをプルーニングする新たなアルゴリ,ルゴリズム SAP を紹介しました所感ですニューラルネットワークの潜在的なスパース性を測りそれを用いてプルーニング率をプルーニング反復中に適応的に制御するというのはとても良い,いプルーニング手法だと感じましたまた PQI と性能の関係がある意味マグニチュードが大きい重みが重要っていう概念のみに従ってて、アけラしなど直接的な指標とのつながりが薄いっていうのが、薄、えー、いっていうのを感じました。SAP ではプルーニング反復中に測っているので、アけラしなどを組み込むことは、まあ、できそうだなというふうには思いました。 以上で発表を終わります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコメントやいいね、チャンネル登録をお願いします。